ピースボート出演 TBS サンデーモーニングに批判殺到5日に放送された TBS のサンデーモーニングにおいてまだしても変更報道が繰り返されてしまいました本日はピースボートの共同代表である畠山澄子さんが出演してしまい畠山さんが日本はアジアの周辺国への信頼とあとは国連とかを中心に力を発揮すべしなどと 発言されてしまったため批判が殺到しておりますこちら畠山さんは大阪府知事選挙に履行する谷口真由美さんの代わりなのかなと思われますけども畠山さんなもの国家ロシアのウクライナ侵攻をご存知ないのでしょうか国連の上任時国であるロシアがまた日本の隣国周辺国でもあるロシアが ウクライナに侵攻しており国連は機能しておりません、まあ、さらに日本政府は暴力強化のためにフィリピンなどとの関係強化を進めておりますが日本の周辺国は、まあ、残念ながら日本などを侵略しているならず者国家ばかりでございますので信頼関係などを構築できないでしょう TBS にはサンデーモーニングの出演者を抜本的に見直していただきこれ以上 高級の電波を使って安全保障上の脅威となりうる暴言を垂れ流さないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。